現金1800万円が入った金庫が何者かに盗まれました。被害に遭ったのは警備会社でした。午前6時ごろ、京都府精華町の警備会社の女性従業員から金庫が盗まれたと通報がありました。警察によりますと、玄関のガラスが割られ、縦横およそ55センチ、高さおよそ90センチの金属製の金庫が盗まれました。中には現金およそ1800万円が保管されていました。昨日午後7時半ごろ、従業員が退社した時には異常はなく、警察はそれ以降何者かが侵入して金庫を盗み出したとみて防犯カメラなどを調べています。